どうもゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。霊夢、突然だが重大なことを言うぜ。いきなりね。それで、重大なことって何なの？それは、2024年に宗教戦争が始まり、世界は終わってしまうと言われているんだ。ひぃ、それはヤバすぎるわね。一体どうして戦争が起きるのよ。よし、それじゃ今回は、2024年に始まると言われている宗教戦争について、いろいろと解説していくぜ。それじゃ、早速行ってみよう。まずは2024年に始まると言われている、宗教戦争の経緯について解説していくぜ。よろしく。まず、宗教戦争に関する内容は、ユダヤ教唯一の聖典である、旧約聖書に記載されているぜ。旧約聖書にある、ソドムとゴモラを滅ぼした天の日だよ。ラーマやアナでは、インドラの矢とも伝えているがね。その旧約聖書だな。それともその大砲で勝負するかね？くどいぞ。ごめん、ごめん。それで、旧約聖書って何なの？旧約聖書とは、先ほども少し触れたけど、ユダヤ人の歴史と、神とユダヤ人の契約を、書いた書物と言われており、その作者は多数のユダヤ人と言われているぜ。みんなが一斉に書いたら、書きにくいだろうね。そんなわけあるか。さあせん、話を進めるけど、旧約聖書を書いたユダヤ人の中には、ダニエルという人物がいた。このダニエルは不思議な霊力を持った人物で、何万年先の未来を見通す力を持っていたと、言われているんだ。やばすぎるわね。また、先ほどのダニエルは、ダニエル書と呼ばれる予言書を書いているんだ。ダニエルさんだからダニエル書なんだね。そのまんまだから、そのまんま東みたいな感じでしょ？つまらないから先に進むぜ。さあせん。それで、先ほどのダニエル書の中には、世界の終末を表す予言が記載されていた。もしかして、そう、その予言が冒頭で言った、2024年に宗教戦争が起こり、世界が滅亡するという内容だぜ。なるほどね。でも、宗教戦争っていまいち、ピンとこないわね。唯一イメージできるのは、カトリックとプロテスタントの争いだわ。まあ、普通はそっちをイメージするだろうな。それで、宗教戦争って一体何なの？それは一口では言えないぜ。だけど、解説を聞いていればわかるので、とりあえず次に進むぜ。わかったわ。また、ダニエル書には、世界の終末に加えて、世紀末の大破局が起きると予言されているぜ。え、世紀末の大破局。なんだかものすごくヤバそうね。とんでもなくヤバいぜ。ひぃ。それで、ダニエル書には、世紀末の大破局に関する予言が書かれている。ほうほう。その予言の内容は次の通りだぜ。エルサルムを立て直せという命令が出てから、約70年後に、世紀末の大破局が起きるだろう。予言の内容が意味不明だね。確かにそうだな。それで、予言の内容を解読すると。まず、エルサルムを立て直せとは、エルサルムを首都とする、イスラエルの建国を表していると言われているな。なるほどね。じゃあ、イスラエルが建国された年数が重要になりそうだね。その通りだぜ。調べてみたら、イスラエルの建国は、1948年って出てくるわね。そうだぜ。イスラエルの建国は、1948年となっている。それに先ほどの予言を組み合わせると、次の内容となるぜ。イスラエルが建国されてから、70年後に、世紀末の大破局が起きるだろう。え、それじゃ、現在は2022年だから。もうすでに世紀末の大破局は起きているの？いろいろと説はあるが、現在のところは起きていないと考えられているぜ。え、なんで？だって1948年の70年後ってことは、2018年でしょ？確かに単純計算するとそうなんだけど、イエス・キリストの誕生には、約4年の誤差があると言われているんだ。じゃあ、2018年の4年後だから、2022年ということになるんだ。ひぃ、やばいわね。確かにそうなんだけど、先ほども少し触れたけど、予言の内容には、様々な解釈があるんだ。え？どういうことなの？実は、コロコロが話題となった2020年に、世紀末の大破局が始まっている説や、2021年頃から、グレートリセットが囁かれたことによる、2021年説など、それぞれの年数による説が存在するんだぜ。何よそれ、要は考え方次第じゃない。まあ、それは否定できないけどな。それで、世紀末の大破局が起きるとどうなるの？それに関しては司会文書に記してあるぜ。ほうほう。司会文書には、光と闇の最終戦争が行われると、記載されているぜ。光と闇、一体どういうことなの？具体的に言うと、光はキリスト教徒のことを指し、闇は反キリスト教徒を指しているそうだぜ。つまり、宗教戦争が起きることを、司会文書は記載しているということになるんだ。なるほどね。それで、光であるキリスト教徒はわかるけど、反キリスト教徒ってどういうことなの？反キリスト教徒とは、この世に存在するすべての罪を犯した人だと言われているぜ。
え、すべての罪を犯した人って、やばいくらい悪人じゃん。もう極悪人だな。マリサみたいに？失礼だな。すみません。また、先ほど、光はキリスト教徒と言ったけど、より具体的に言うと、お金などの欲を求めずに、自然に寄り添う人物たちのことを指すと、言われているぜ。まるでスターウォーズのライトサイドと、ダークサイドみたいだね。確かにそんなイメージだな。それで、光と闇の両勢力は、この世の終わりまで戦うと言われており、その結果、世界は滅びる戦いが続くと考えられているぜ。いやいや、光側もめちゃくちゃ好戦的じゃん。どちらかといえば光側が、和平交渉を行ってほしいわね。そうしないと世界がヤバくなるからさ。まあ、そうなんだけど、一説によると、光は闇に屈してはいけないという考えがあるそうなんだ。なるほどね。だから、徹底的に戦うのね。でも、やっぱり世界が滅びる系のルートは避けてほしいわ。心配するな、霊夢。少し前に触れたけど、視界文書には、光と闇の戦いによって、世界が滅びる戦いが続くと言われているけど、それを止める救世主が誕生すると言われているぜ。それが救世主メシアだぜ。救世主来た。それで、救世主メシアってどんな人なの？救世主メシアは、光と闇の戦いの終止符を打ってくれる存在だと、考えられている。そして、メシアは、イエス・キリストだと考えられているんだ。なんとなくそうかなって思っていたけど、やっぱりそこに繋がるのね。じゃあ、2024年に光と闇の戦いが起きたら、イエス・キリストは再降臨するってことなの？司会文書にはそのように記載されているぜ。なんともファンタジックな話だね。嫌味で言っているのか？いや、あんまり現実的な話ではないような気がするからね。そう言うと思ったぜ。実は、最近の解釈では、メシアの存在は、イエス・キリストではないと言われているぜ。え、そうなの。じゃあ、一体誰がメシアなの？もしかして、久本雅美さんとか？いや、それは違うぜ。じゃあ誰なの？それは、私たち日本人だぜ。え、日本人なの？具体的に言うと、司会文書には、救世主メシアが誕生し、光と闇の戦いを終わらせると、記載されているけど、イエス・キリストがメシアなんだ、というような記載はないんだぜ。え、じゃあ、つまり私たちの想像で、おそらくメシアがイエス・キリストって、解釈されているということなの？そういうことだぜ。また、もっと具体的に言うと、司会文書には、アロンのメシアと、イスラエルのメシアの、二人が誕生すると記載されているんだ。え、救世主が二人いるのね。そうだぜ。それで、一般的に、アロンのメシアはキリストだと考えられており、イスラエルのメシアは、日本人だと考えられているんだ。なるほどね。でも、どうして日本人が救世主として、考えられているの？それには二つの理由があるからだ。まず一つ目の理由は、司会文書に記載されている、救世主の内容が、日本人を彷彿とさせる内容となっているからだぜ。それでもう一つの理由は、日本人にユダヤ人の血が流れている、可能性が高いからだな。ほうほう。一つ目の理由はともかく、二つ目の理由はぶっ飛んでいるわね。いや、それがそうでもないぜ。え、そうなの。それじゃ、二つの理由を具体的に見ていこう。まず、一つ目の理由に関しては、司会文書に次の内容が記載されているぜ。聖書を知らない東の国から、救世主は現れる。東の国ってことは、大きく考えると日本だね。それで、もう一つの理由に関してはイスラエルの、失われた十種族が関係していると言われているぜ。イスラエルの失われた十種族って、何なの？それに関しては、すべてを解説すると長くなるので、簡単に言うと、イスラエルには、もともと12の種族がいたと言われている。やがて、その種族は、北のイスラエル王国に10種族、南のユダ王国に2種族に、分かれたと言われている。そして、紀元前800年頃に、北のイスラエル王国は、戦いによって、滅ぼされてしまい、10種族は世界中に散らばったと考えられているぜ。つまり、その散らばった10種族のうちのどれかが、日本人の遠い祖先ってことになるのね。そういうことだぜ。でも、かなりぶっ飛んだ考えだと思うわね。確かにそれは否定できないな。だけど、日本とイスラエル、またはユダヤでは、意外な共通点があるんだぜ。え、そうなの。例えば、日本の国技である相撲は、もともとイスラエルの神事だったと言われているぜ。またまた、お隣の国みたいに、何でもうちが発祥、みたいなことを言わないでほしいわね。そういうことは、しっかりと根拠があってから、言ってほしいわ。もちろん、根拠はあるぜ。え、そうなの？具体的に言うと、旧約聖書に、ヤコブという人物が登場するぜ。それで、そのヤコブはヘブライ語で、相撲という意味なんだ。え、それは知らなかったわ。さらにそのヤコブは、旧約聖書の中に、天使と相撲を行ったとする記載が残っているんだ。え、それは、隠語として使われているわけではないんだよね？どういうことなんだ？
いや、その天使と密接な距離になることを、相撲って言い回しているのかと思ってね。いや、残念ながらそれはないぜ。なぜなら、旧約聖書をはじめとする、多くの聖書や経典は基本的に、ど真ん中ストレート表現が多いからな。さすがの白井さんも、ボールとは言わない感じだね。また、相撲の掛け声は、ハッケヨイだと思うけど、ヘブライ語で、ハッケは投げつけろ、ヨイはやっつけろという意味なんだぜ。え、そうなの。どれも相撲に関する内容だね。そうだぜ。また、力士が、土俵に砂を撒いて清める儀式を行うけど、あの儀式もユダヤ的な習慣の一つだと考えられているんだ。もうここまで来ると、マリサが言っていたことが、本当のような気がするわ。そう思うだろ。つまり、ここまでの話をまとめると、聖書の文化がなかった日本に、イスラエルやユダヤの共通する文化があるのは、ユダヤの血を引いているからではないか?ということなんだ。確かにそんな気がするわね。それで、日本人が救世主と考えているのは、司会文書だけではないぜ。え、まだ他に何かあるの?実は、私たちが話している日本語にも、その秘密が隠されていると言われているな。え、日本語に秘密があるの?具体的に言うと、日本の古い歴史書に、発末体というものがある。この発末体には、言葉によって、世界が作り出されたという記載があるんだ。ほうほう。例に挙げると、神様が、あと発すると壺が出てくる。いと発すると風が吹く、うと発すると火が生まれる。つまり、日本語の五十音は、何かを想像した言霊だと考えられているんだ。そうだったのね。それで、この言霊に関しては、聖書においても、似ているところがあるんだぜ。え、そうなの。具体的に言うと、新約聖書のヨハネ伝には、創造神について、次の内容が記載されているぜ。はじめに言葉があった。そして、その言葉は神様であった。様々な万物は言葉によって生まれた、との内容が記載されているんだ。確かに似ているわね。また、ここまでの言霊に関する内容を記載しているのは、発末体と、聖書しかないと言われているんだ。え、そこまで共通している内容があるとは思わなかったわ。ここまで来ると、単なる偶然とは思えないよな。それで、ここまでの内容から、一部の界隈で考えられているのは、いろいろな意味で、日本が世界の中心ということだな。また、今後は日本が世界の問題に対して、救世主として活躍しなければならないと、考えられているんだぜ。なるほどね。とりあえず、私が世界をすぐに変えるのは、難しいだろうから、できることからやってみるよ。お、ぜひともそうしてくれ。ただ、今回解説した内容は、かなりぶっ飛んでいるので、参考程度にとどめてくれよな。わかったわ。とりあえず、白井さんのストライクゾーンが、異次元であることはよくわかったよ。やめろ、退場させられるぞ。すみませんでした。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。